はい。えー、皆さん、こんにちは。ケンです。えー、ゼノブレードね、3DS 版買って、えーっとね、5日6日、もうちょっとか、1週間くらい経ったかな。ちょうど今日目標なんで、1週間経ちましたね。えー、やってみて感想。まず全クリアしてないんですけど、今ね、レベルが、えーっとね、ダンパン仲間にして、レベル30、38、あ、ネタバレになるか。まあ、38くらいかな。えー、レベルになりましたかね。40くらいかな。 で、感想などね、ちょっと中間報告っていうかね、もうやってる人もしかしたら実況もね、あるかもしんないですけど、えー、っと、なんかね、面白いし、世界観もね、すごい広いんですけど、こ広すぎてちょっとね、疲れちゃったっていうかね、まあ一応、今16時間ぐらいやってますね。で、16時間ぐらいやったとこですね。まあ実況とかは私はね、 え、しないんですけど。まあ、えっとね、世界観がね、やっぱすげー広いですね。3DS とは思えないぐらい。やっぱニュー 3DS ならではの作品なんで。でこ、このスティックをね、よくあのカメラ視点で使うような感じですか。で、あとはまあ動くんですけど、まあクエストをね、やったりするのがちょっとしんどいかな。なんかクエストがね、いろいろありすぎてね。まあまあ、あの、Wii 時代にはね、若干やってたんですけど、 まあ、前クリはね、その時しなかったんで、今回前クリしようかなと思ったんですけど、B の時はね、うわ、すげえ画面綺麗だなと思ったんですけど、まあ、あの、今の時代ではね、まあ、あこんな感じかなっていう感じ、受けますね。キャラがやっぱりちっちゃいなと思いますけど、まあ、もともとこんな感じなんでね、あ、落ちちゃった。まあ、もともとね、こんな感じなんでね、あれこれどこだこっちか。あれこれ出れないぞ。 あっとったまあこれ世界観がねほんと広いんですごいやり込み具合とかもねあやり込み度合いっていうかねそれもね多分今後増していくとは思うんですけど、まあ、なかなかちょっと時間取れないんでねあのー、時間ある時にやったりしてはいるんですけどまあ結構ね広すぎてねあと あのー、すぐ死んじゃうっていうかね、レベル上げもね、結構退屈っていうかね、な、なんだろうな、世界を回った方が経験値はたまるし、レベル上げないといけないんですけどね。まあ、レベル上げが苦痛かな、ちょびっと苦痛と、まあでも通常はそんなもんか、レベルは上がるってなるとね、そことあとボスがねや、強いっていうか、僕はバトル下手くそかもしれないですけど、まあ、あのー、ちょっと時間がかかるなっていう感じを受けましたね。あの、すぐ始めて、 えー、すぐ、えー、終わるようなゲームではなくてね、一回やり始めたらね、それだけまあファンがいるってことではあるんですけど、だからそ,そういう感じはね、えー、すぐ消費されるような、あのー、ゲームではなかったですね。じゃあこれね、えー、次はね、クリアした後ぐらいにね、動画にしたいと思います。クリアした後もこれ確かクエストとか全部やったり、<laughs> 結構ね、やり込み具合がね、半端ないんで、まあ,あの、点数としたらね、いろいろまあ考えた結果、80まあ前半。 80前半かな、やっぱり。うん。81、2点かなっていう感じはしますね。あの、ま、あ80点超えてるんでね、あの、そうか買った方がいい作品ではあります。あの、3000円にしてはえらい安いですね。あの、この作り込み具合っていうのは、やっぱり当時の Wii の設計のリメイクなんで、あの、Wii の時にね、えー、相当力入れて、まあ、今回音楽を入れ替えたり、あとは細かい部分でね、えー、画面入れ、あの、 DSM 作ったりはしてると思うんですけど、まあ、もともとの世界観がすごいんで、それを3000円で最初から楽しめるっていうのはね、かなり、あのー、いいんで、コストパフォーマンスというやつがね、ぶっちぎりいいですね、これね。もしよかったらね、えー、スリー、ニュー 3DS をお持ちの方はね、あのー、購入ね、検討っていう、まあ、購入した方がいいですね。面もしいっちゃ面白いです。で、ちょっとね、あのー、まあ、レベル上げが、ちょっと若干苦痛であったりするんですけど、あのー、じ、あのー、腰を据えてね、 3DS だけど腰を据えてやれる人にすごいおすすめです。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。